光の当たり方でこうキラキラの仕方が変わるの。じゃあちょっと読み込んでいきます。よっと、まあ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 ね。今日紹介するのはシャドーバースアニメコレクションカードです。原作スマホアプリも大人気のシャドーバースは現在テレビアニメが放送中だったり、任天堂スイッチ用ゲームシャドーバースチャンピオンズバトルが発売予定と注目の作品です。そのシャドーバースから新アイテムが発売。なんとですね、このカードの中には11月5日に発売予定の任天堂スイッチ用ソフトシャドーバースチャンピオンズバトルと連動できるカードが、ね、入っているということなんですよ、はい、ではですね、早速皆さんにこのカードの魅力をお届けしたいと思います、はい、それでは早速やっていこう。バンマニ、このアイテムのラインナップは全部で90種類あります、はい、でその90種類の中から1パックの中に3枚ランダムで入ってます、うん、でね、レアリティが全部で5種類あって、ブロンズレア、シルバーレア、ゴールドレア、レジェンド、プレミアムレアの5種類となっています。でね、この中のプレミアムレアカードがシャドーバースチャンピオンズバトルと連動して遊ぶことができます、はい、ということでね、今ここにボーンってあるんですけど、はい、プレミアムカード全16種類です、うん、このね、今見てもらってわかると思うんですけど、うん、プレミアムレアカードの中にも大きく分けてね2種類カードがあります、うん、僕の方にあるこのね枠レインボーになっているカードと、うん、キョウティンが持っているこっちのカード枠がゴールドになっていると思うんですけど、さっきと違う、そうそうそう、うん、このね2種類があります、うん、でそれぞれゴールドとレインボーの中で計8種類ずつ、アニメシャドーバースに登場するカードでおなじみだと思うんですけど、うんうん、このイグニスドラゴンとか、うん、ダークエンペラーとかね、シャドーバースアニメコレクションカードのオリジナルデザインになっています。多分通常ね、うん、シャドーバースのカードって、うん、いろんなこうカードの隅の部分に数字が書いてあったりすると思うんだけど、うん、今回このプレミアムレアカードは特別な仕様になっていて、はい、この青いマークがついているカードがゲームシャドーバースチャンピオンズバトルと連動することができるカードとなっております。他のレアリティのものと比べてカードのデザインも違うので一目でわかるかなと思います。で、このプレミアムレアカードは、うん、こんな感じでわかるかな、こう、あ、ほんとだ、キラキラの光の当たり方でこう、うん、キラキラの仕方が変わるの、すごくない？すごい。バンマニ、そしてプレミアムレアカード以外のレアリティのカードはですね、今後発売されるゲームシャドーバースチャンピオンズバトルにも登場するようなカードデザインとなってまして、はい、まあ、アプリをねもうすでにやったことある人はもちろん見たことあるとは思うんですけど、はい、あのカードデザインとなっております、うん、各レアリティでそれぞれ僕らがお世話になったカード、うん、苦しめられたカードとかね、うん、あると思うので紹介していきたいんですけど、はい、まずねブロンズレアカードのファイター、うん、これはねもう僕めちゃめちゃめちゃ使ってました。本当にありがとうございます。エルフ、プリンセス、メイジ、私が苦しめられたカードです。めちゃめちゃ可愛いカードデザインなんだけど、はい、強いんだよね。いや強いですね。これやっぱ今僕とキョウティンでやっぱ使ってるあのカードのクラスが違うから、うん、やっぱこうカードが被ってないなっていうのが、そうだね、そうそうそう。でちょっとね、僕他にもお世話になってるカードがいまして、うん、ゴールドレアからヴァンガードレイサム、うん、これもね本当にありがたいことにたくさん使わせていただいてシャドーバーってやっぱコストがさ、うん、大事じゃん。そうだね、もう低コストでめちゃめちゃこう、うん、強いカードということで、うん、ありがとうございました。で私最後見たことのないカードがあって、レジェンドのエンシエントエルフ、はい、これね見たことないんだけど出てきたら使いたい絶対。今すぐゲットしてください。はい、ゲットします。皆さんも多分ね思い入れのあるカードが絶対あると思うので、うん、ぜひそのカードをゲットできるようにたくさん集めてみてください。はい、いよいよお待ちかねのですね、こちらのプレミアムレアカードを任天堂スイッチ用ソフトシャドーバースチャンピオンズバトルと連動していきたいと思います。では早速ね読み込んでいきたいんですけど、このメニューのネットワークからローカル通信っていうのを選ぶと、こんな感じでいろいろあるんですよ。でここの真ん中のギフトを選んで、このプレミアムレアカード連動を選択、そうするとねこんな感じで画面に出てくるんですよ。ジョイコンのこのコントローラーのぐるぐるって動くところに合わせます。でこれを読み込ませることでゲームの中でパックがゲットできるんですよ。でもしかしたらこのイグニスドラゴンが当たるかもしれないって、ちょっとねランダムなのでこれ一発目で当てたいっすね。じゃあちょっと読み込んでいきます。よっと、これでシャドーバースアニメコレクションカード第1弾パックを手に入れました。これでねパックが出てくるんですよ。じゃあ開封します。頼むイグニスドラゴン、頼む。何が出るかな。ちょっとね、やっぱね、1枚ずつ、これ R 押すと全部めくれちゃうんですけど、1枚ずつめくりますと。よっと、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 
来い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 、まだまだあと2枚ある、あと2枚ある、あと1枚。まあ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 ね、まあちょっとね、確率があるからね、これは。まああと何枚かあるんで、ちょっとやっていきます。よし、頼む。よっと。ちょっとね、まだ俺ゴールドにすら出会ってない説あんだよな。おっ、ああおお、来た来た来た、イグニスドラゴンゲットしました。バンダイマニア、今日はシャドーバースアニメコレクションカードを紹介しました。私アプリやったことあるんだけど、うん、見たことあるカードがあってめちゃめちゃテンション上がったし、アニメ見てる人も絶対欲しくなると思う。もうシャドーバースが好きな全ての人にゲットしてもらいたい。明日はですね、このカードを使ってシャドーバースチャンピオンズバトルでバトルをしていきたいと思います。ぜひ明日の動画も楽しみにしていてください。今日紹介したこのシャドーバースアニメコレクションカードは11月5日発売予定。さらに任天堂スイッチ用ソフトシャドーバースチャンピオンズバトルも11月5日発売予定です。そちらもチェックしてください。今日はですね、特別にこのゲーム、はい、シャドーバースチャンピオンズバトルで使える連動パスワードを紹介します。連動パスワードはこちら。そしてテレビアニメシャドーバースはテレビ東京系6局ネットにて毎週火曜夕方5時55分から放送中。そして毎週土曜朝10時から再放送中です。このアイテムが気になったら概要欄をチェック、高評価とチャンネル登録もお願いします。それではまた次回の動画でお会いしましょう。せーの、バイバイ。キョウティンのミニミニ豆知識。今日の豆知識は動物の豆知識。動物にも利き腕があるのを知っていますか？日本人だけではなく猿や猫にも利き腕があります。ちなみに日本人の9割は右利きだと言われていますが、動物の場合は1対1だと言われています。明日も見てね。